いやもう今回は正直に言わせてもらうわ。皆さんこんにちは、夢蔵です。今回は奇跡恋第4話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想考察ネタバレ、たまにゲーム配信もしております。冬アニメについては毎週動画更新しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということでね、今回はね、キセコイ第4話についてね、いや、北川さんにちょっとね、ついて語っていきたいと思うんですけどもね、いや、今回はね、もう正直に言わせてもらいますよ。いや、もうね、北川さん、いや、マリンちゃん、いや、あのね、五条くんは知らなかったわけよ。ね、コスプレのこととかも全然知らないから、コスプレが、よく調べたら、結構いろいろイベントやってるとか、もうね、2週間で、その2週間後に出ると思ってたから、もう一生懸命作ったわけですよ。ね、テスト期間、ね、学生の本業ですよ。テスト期間ね。そして、おじいちゃんがね、入院しちゃうわけだよ。美脚ストッキングに驚いて、おじいちゃんがコスモを感じてね、こけちゃって、腰やっちゃって、ギャグのシーンかと思ったらガチで入院しちゃってね。それで、なんかフランス人のね、来客が来ちゃって、その人がいいから断れずにね、もうフランス帰るんですって言われちゃったから、もう、ああ、もう休みだけどいいです、来てくださいって一生懸命説明してね、もう寝る、まあ、惜しんでボロボロになりながらやったわけですよ。なのに、なんなら作るまで、できるまで待つつもりだっただ。北川。いや、マリン。お前可愛すぎるって。お前可愛すぎるって、お前よ。そのどうでもよくなったわ。もうね、あの泣き顔からの雫たん、もう可愛すぎるって、お前は。もう許す。許すよ、もういい加減にしてくれ、本当に。もうね、もう、可愛いってことですよ。とにかく可愛い、今回のね、話もそうでした。もう毎回そうです。北川さん、ヤマリンちゃん、ヤマリン様、可愛すぎるって。もうそれを言いたかったんですよ。もうね、すいませんね。もう憧れの雫たんでも完全にすごいよ。もう雫たんになってた。ね、性奴隷になってた。性奴隷になってました、立派な。うん、あんたが一番や。うん。まあ、あとね、もう、まあ、北川さんもそうなんだけど、やっぱ五条くんね、人が良すぎる。本当に。もの喜ぶ顔が見たいからってさ、ボロボロになりながらね、もう相談できる人もいなかったんだろうね。もう部屋もごちゃごちゃになってたしさ、おじいちゃんも入院しちゃって、相談できる人もいなくて、友達もいなくて、ぼっちだったからどうしたらいいか分かんなくて、頼まれたこととかもさ、断れないんだよ、多分。優しいから。絶対無理だと思ったもん。もう正直、あんなそんなさ、ボロボロの状態でもう寝ずに作って、ああ、さすがに今回はこれダメで、北川さんに一緒に作ってもらうパターンかなって、手伝ってもらうのかなと思ったら、ガチで仕上げてきちゃったから、いや、かっこいいなと思って、本当に。ただ単にこの、ね、オタクがギャルに優しくされるみたいな感じじゃなくて、ちゃんと主人公の方も、このヒロインを、北川さんを、この、ときめかせることをちゃんとしてくれるところがね、このいいなって思いましたね、キセコイは。あと、どことは言わないけど、北川さん全反りしてそうだよね。はい、ということで、今回はこれで終わりたいと思います。よかったらね、皆さんの感想もぜひぜひコメント欄に書いてくれるととても嬉しいです。まあ、動画好評だったらね、キセコイ毎週感想動画上げていこうかなと思うのでね、ぜひよろしくお願いします。ということで、今日はこれで動画終わりたいと思います。よかったら、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。